はい、草加塾の久保です。億万長者合宿シリーズのね、この動画もたくさん見ていただきまして本当ありがとうございます。で、今回、私もね、吉谷さんの動画にアンサーするんですけども、今回の動画はね、声も良かったんですけど、声の大きさも良かったんですけど、内容もとっても良かったなと思います。私がね、言いたいことまさにそれなんだよなってことなんですよね。まずははじめ社長とかヒカキンさんの例だったんですけども、このはじめ社長って大学生だったんですよね。20代の方だったんですよね。ということは、10年前は10歳とかね、中学生とか高校生なわけですよ。もちろん YouTube やってるかどうか分かんないですけども、 YouTube 見たぐらいはしてたのかなと思いますけどもね。まだ勉強も進んでないし、社会経験もないし、お金で苦労したこともないし、それからですね、恋人に振られる例も少なかったと思います。要するに人生経験とか工夫の面では、今30代とか40代50代を生きてる人の方が圧倒的に有利なんですよ。私たちは多分30代とか40代の途中で YouTube ってのを知って、そこで YouTube のアカウントを作ってとかね、まずはネット活動ですらはじめ社長を先行して抑えてたはずなんですよ。そして人生経験もある、いろんな苦渋も舐めてきた、裏切りもあった、失敗もした、成功もした、体験をした、もういろんなことを学んできたはずですよね。はずですよね。でも20歳そこそこの男の子に全然かなわないっていう現実、これは何なんだってことなんですよ。要するにですね、私たちは経験時間を過ごしてきたと勘違いして、経過時間を過ごしてきただけなんですよ。ただ生きてただけ、ただご飯を食べて苦労したふりをして、楽しんだふりをして、寝て終わりみたいなね。で、薄っぺらいんですよ、人生が。本当に薄っぺらい、何にも成し得てないような人生を送ってきたのに、自分の自己肯定感だけあって、いや確かに自分は経験時間があったんだよな、いろんな経験をしてきたよなって言うんだけど、じゃあいろんな経験って何ですかって言った時に、何にもね、お伝えすることがないっていうのがその現実なんですよ。だから自己否定論が大事ですよと。自分のやってきたことなんて本当にちっぽけなんで、もっともっと他者から学んでいかないといけないし、他者から学ぶためにはですね、自分の身を捨てて、自分をもっともっと身をさらしていかないといけないと。工夫レベルで勝てるか、勝てるはずですよね。20代の男の子とかに勝てないんですか。何のための人生なんですか、それは。今50代とか60代過ごしている人が、なんでね、自分の息子レベルの人にそういうふうな扱いを受けてしまうのかってことは、やっぱりね、老害になりつつあるっていうふうに感じないといけないかなと思います。もしくは本当は内在したエネルギーがあるのに、それを出してないわけなんですよ。で、やっぱりね、私たちはもっともっと見られる人間にならないといけない。もういい年齢が来たんでね、人に見られる、そんなね、人にならなくてはいけないし、もっともっと話を聞いてもらえる人間にならないといけないし、もっともっとね、多くの人がついてくるような人間にならないといけないと思うんですよ。イメージとしては、財前教授の総会心ですよね。もうあなたがですね、街を歩いたら後ろついてくる人がブワッと出てくるような、そんな人間でないといけないんですよ。もう今この年代になってきたら、なんでね、はじめ社長とかヒカキンさんみたいな後ろに何人もついてきて、あなたみたいなね、素晴らしい人生を送ってきた人に誰もついてこないんですかってことなんですよ。原因はアウトプットしないんですよ。アウトプット全然発信してないんですよ。だから発信しましょうってことなんですよ。文字の発信が苦手だった人いるでしょ。だから YouTube の発信がいいんですよ。そこでね、もうね、未だにね、顔を出してがなんか難しいとかね、なんか会社にどうとかって、そういう語卓を並べてるわけなんですよ。なんでなんですかと。自分の人生が、自分のね、主人公たるど真ん中を生きようと思ったら、そんな会社のね、言うこととかね、家族の言うこととかって無視した方がいいわけですよ。こういうふうに考えてください。会社とか家族とかに何か言われて止まるぐらいだったらね、こういうふうに言い返してほしいんですよ。いや、会社の言う通りにしてったら、家族の言う通りにしてったら、お前みたいになるじゃないか、だから突破してほしいんですよ。そこ、俺は俺になるんだっていうふうにしてね、他の人の意見なんて本当にちっぽけなものなんですよ。無責任な意見なんですよ。何の責任も取ってくれません。こうした方がいいよって言って、その通りにやって、結果責任取ってくれますかってことなんですよ。無責任なんですよ。だからそういう人に耳を傾ける必要は全くないと私は思いますね。そしてちょっと後半になりますけども、私のことをちょっと話させてもらいますけども、私はね、お金がないからビジネス始めたんですよ。すごくシンプルでしょ。お金がない上に借金がどんどん膨らんでいったんですよ。多分この動画を見てる誰よりも不利なところからスタートしますよ。毎月毎月借金が100万円以上どん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 膨らんでいって、自分の経営してる会社っていうのはどん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 縮小していって、最後1店舗になっちゃったわけですよ。それ1店舗何かっていうと、麻雀屋ですよ。賭け麻雀屋ですよ。博打場ですよ。博打場、博打場で小銭をかけてるような麻雀屋でやっていて、でライバル店でどんどんお客さん持っていかれて、で私はね、社員にもすごく反目されたと思ってます。今私はね、どん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 インターネット化して、インターネットから収益を得ようと思ったんですけども、私のところに働きに来る麻雀店のスタッフさんっていうのは、麻雀がしたくて来てるわけなんですよ。だから麻雀以外の教育を施されて、もうストレスにしか感じないわけですよね。そういった環境にいて、もう四面楚歌ですよ、完全に。
そういったところから私は麻雀店がなくなることも覚悟しながらもうインターネットビジネスの世界にどんどん入っていったわけなんですよ。当然私の経営した店はなくなりましたなくなったんですよ。会社をクビになるとかね、会社の上司に怒られるってレベルじゃないですよ。自分の作ってきた組織がなくなったわけですよ、自分の活動とかによって。でもなくなったそのお釣りは十分来ました。それは今の暮らしなんですよ。どうでしょうかね、多くの人の誰かのアドバイスを聞いたらこうはなってなかったと思います。誰のアドバイスにも全くですね、一致しない選択を取ってきたんですよ。だってお店が潰れてもいいぐらい自分のビジネス活動を一生懸命やってきたりとかね。で、自分の発信に対してものすごくアンチもありますよ、未だにありますよ。でもそれにも耳を貸さず、きっとこの世の中には自分についてきてくれる人がいるはずだ、自分の声を聞いてくれる人がいるはずだ、自分の姿を見てくれる人がいるはずだというふうにその方向だけしか見てなかったです。皆さんもそうですけどもね、あなたもそうなんですけども、何か行動したらそれに賛同する人と否定する人って必ず出てくるんですよ。じゃあ否定してくる人にもういちいち構ってね、賛同してくる人を無視するんですかってことなんですよ。究極は自分の行動が好きな人とだけ付き合っていけばいいんですよ。世界中に70億もいればそういう人は必ず見つかります。いや70億をマーケットにしなくても1億人マーケットにしても必ずいます。速稼塾っていうのは今1000名以上の塾生さんがいらっしゃいます。そして世界14カ国に塾生がいるんですよ。14カ国ですよ。私が麻雀店を一生懸命やってそこで何がしかの利益を出したとしましょう、14カ国後に広まってないと思います。海外からの塾生はいないと思います。そして私は47都道府県回って自分の視聴者さんに会いに行きました、1年半かけて。これも麻雀店の経営をしていたらなかったと思いますし、麻雀店の経営が順調でもできなかったことだと思うんですよ。そう考えていくとですね、今までのビジネスモデル、店舗にしても会社にしても、その成功例をなぞっていたらその程度になってしまうんですよ。成功しないってことですよね。だからこそなんですよ、今までなかった成功例に挑まなくてはならないし、その一つがですね、個人が発信をしていくってことなんですよ。これが全てのスタートになってきます。個人が発信していくことね、あなたが発信することなんですよ。あなたが発信することによって、あなたの声を聞く人、あなたの姿を見る人、あなたについていきたい人が必ず出てくるんですよ。それがあなたのビジネスの始まりじゃないですか。それ以外にビジネスはないんですよ。ビジネスってのはいかに自分が露出していくか、自分の商品を紹介する、自分のサービスを紹介する、自分自身を紹介する、自分の会社を紹介する、これ以外にビジネスってないんですよ。あと何するんですか何をするんですかって話ですね。まあ、ですんでね、私はしつこくやりますし、吉谷さんもしつこくやります。まさにキモいわけなんですよ。財前教授の爽快心ぐらいキモいんですよ。何ですか、あの自己顕示欲の塊は。でも私たちも自己顕示欲があります。それはですね、自分の姿を見て、あ、自分にもできるかも、こいつら程度がやってんだったら自分にもできるかもしれないなと。いや、二十歳のはじめ社長がうまくいったんでしょ、じゃあ俺なんてもう余裕でうまくいきますよっていうふうに自分の価値をしっかりと気づいてほしいって思うんですよ。自分の価値に気づいてほしいんですよ。気づいてないんですよ、本当に。自分の価値に気づいてなくて、自分はこの程度のものって思っちゃってるんですよ。そうじゃないんです。そういうふうな人格否定をしろってことじゃないんですよ。まだできることがあるはずだ、まだ一手が打てるはずだって思うことなんですよ。これが自己否定論なんですよ。自己否定論っていうのは自分がダメな人間だって思うことではないんですよ。自己否定論っていうのはまだできんじゃないかなっていうふうに希望を乱すことなんですよ。自分の価値がまだあるものだっていうふうに掘り起こしていくこと、これが自己否定論なんですよね。それでは本日は以上でございます。